あなたのそばにいると安心できるの。本当に涼しいのね。早く来て一緒に感じて。この波に包まれる感覚を。水着のサイズが合わないみたいなの。体調？向こうを向いていてね。すぐに直すから。もし振り向いたら、わかるでしょ？海水は本当に不思議ね。私のような豊満な体型でも、完全にリラックスして横になることができて、静かに海面に浮かぶことができる。隊長、どこを見ているの？あなたたちを見ていると、かつての仲間を思い出すの。あの頃の私たちは、自分の努力で世界を変えることができると純粋に信じていた。今はただ、みんなの助けになりたい。任務のたびに怪我をしているのね。どうしてそんなに頑張るの？失ったものは受け入れるという選択しかないことが多いのよ。今の生活をもっと大切にしてね。いつも私はあなたを羨ましいと思っているの。もしかつての私があなたのようにその不屈の精神を持っていたら、私もこの世界の流れを書き換えることができたの。今の私にできることは、あなたの面倒を見ることだけ。血縁関係はなくても、困難を共に乗り越えてきた人は、家族と呼べるはずよね。隊長、私もトレリックの一員になりたい。私はずっと過去から逃げて、現実から逃げて、自分の周りの人を守ることだけを望んでいた。でも、もし、あなたの夢が世界を救うことなら、私も家族として、ずっとあなたのそばにいたい。